ワキノサウルスは、現在の日本の九州にある、戦国層の白秋前期の地層から発見された、獣脚類恐竜の属である。この属は単一の葉に基づく分類群である。1990年2月8日、福岡県宮田町の戦国橋で小学校教師の佐藤正宏により、獣脚類の葉の化石が発見された。佐藤は、 化石を北九州市立自然史博物館に持ち込み、同年の日本古生物学会にて、同館の学芸員である岡崎義彦によって初めて発見が報告された。この際、発見地と発見者にちなむ愛称、脇の佐藤竜という愛称が付けられた。1992年に岡崎は他の住脚類の歯との比較を行い巨子の独自性などから、 独自の俗種として、タイプ種エイキなソリスサトイを、命名、記載した。俗名は、戦国層を含む、関門層軍の脇や層軍にちなんだものであり、種相名は発見者の佐藤正宏に、懸命されたものである。ホロタイプ KMNHVP00016 は単一の葉のかけらで頂点の半分ほどを書いていて、 保存されている長さは 57.4mm である。強速、絶速とも平らで、多数の縦方向の乗船がある。乗船は全体にわたって強さも感覚も不規則で、規則的に挿入されるが所々で分岐している。表面には、シワが寄っていて、基部には、乗船が少なく、 長さは3 2 8ト、mm、ル、幅1 0 4ト、mm、ルである。前方の切り刃には明瞭な巨子があり、約4 5メ、mm、ーで100個ほどある。後方の切り刃には5ト、mm、ルで12個ある。巨子は切り刃付近のみにあり、表面に深く刻まれているわけではない。大きく歯間が平たい、巨子が細かい。 縦方向のシワを持つという三つの特徴に基づき似た特徴を持つとされるプロデーのドン属の二種 P マンゴリーンススと P クワンシンシスとの比較が行われた P クワンシンシスは断面が薄く脇の砂糖竜に似ているものの縦のシワはなく巨子の形状も異なっていたタイプ種 P マンゴリーンススは両者とも似ておらず P クワンシンシスの記載者法が プロデーのドン族に属すると判断し、岡崎が脇の佐藤ウと参照することを検討する原因となった P マンゴリーンススの記載にあるフラッテンドサイドという特徴は断面が薄いことではなく断面が長方形に近いものであることを示すものであると推測され、ピークワンシンシス及び脇の佐藤ウはこの族に属さず独自の別の族に属すると考えられた。 ワキノサウルスは当初はメガロサウルス化として記載されていたが、今日では疑問名で不定の新住脚類と考えられている。ありがとうございます。